イジー・タンチブデクは、チェコ出身のオーストラリアのオーボエ奏者。なお、ファーストネームは、ジリ、イルジなどと表記されることもある。ムニホボ・フラジシチェの生まれ。プラハ音楽院で、ヤンミケシュに学んだ後、1944年に、プラハ国立歌劇場のオーボエ奏者として就職。翌年には、チェコフィルハーモニー管弦楽団と、チェコ室内管弦楽団の主席オーボエ奏者になった。 1947年には、レオングセンスのマスタークラスに参加している。しかし、この頃から、裕福な出自を睨まれて、共産党政権との間に声がたい溝を感じるようになった。1950年に危険を犯して、西ドイツに脱出、バイエルン州などでの仕事を経由して、オーストラリアに亡命し、1953年に、 ビクトリア交響楽団の首席ボエ奏者になった。この際、ジョン・バルビローリと友人グーセンスが推薦者となった。1964年からアデレードに住み、1986年までエルダー音楽院とアデレード大学で後進の指導に当たった。この間、マルチヌーにボエ協奏曲を移植、初演している。1989年にオーストラリア勲章を送られている。 亡命以来チェコに足を踏み入れることはできなかったが、ビロード革命の後、当時のハベル大統領から入国招待状を受け、以降に各国を自由に往復する幸福な晩年を送った。1991年と1995年には、ソニー音楽財団の東京国際ーボエコンクールの審査員として来日、日本の雑誌に半世紀を披露している。アデレードからヨーロッパに行く。 途上の飛行機の中で死去。孫娘で当時ウィーンフィルのハープ奏者だった、サラクリストの結婚式に赴く途中だった。イルジタンチブデクチェコ、我が祖国、パイパーズ第126号1991年。ありがとうございます。